お疲れ様です7月18日日木曜日朝6時の相場解説ですまあ本日はね FRB 発言から一夜ということでお届けしたいんですけども、まあ、その前にニュースが入ってきてます、えー、今回の為替介入こちらですねこちらの方の市場介入規模が2兆円だったかなっていうふうなことでね、えー、市場推計が出てますねまあおそらくこの3兆円4兆円規模の介入っていうのが11日にありましたんで 2日間でやっぱりね、5兆円とか6兆円規模だったんじゃないかなというふうに考えることができますえ。その後、もう介入はないだろうと思って高をくくっていたら、ここで大きくドカンとね、また昨日は大きく下がったわけなんですよね。まあ上昇していくとばかりにしか思ってなかったんで、ここではね、ちょっと意外な展開がありました。これは、あの、お話ししたように FRB の発言によってそれが起きたってことが分かってきたかなってこところですね。 で、今日はまた改めてテクニカルの方向に戻っていくことが考えられますので、夜が明けて、今日からまたね、157円、158円の方向に向かうことを評価していく、見ていくってことになりますえ。そして上昇に合わせてエントリーするってことになりますね。じゃあ4時間見ていきます。じゃあ今日はどうするかってことなんですけども、一応下落はここで止まったっていう風に評価できます。こういう風にね。ここと同じような形です。やっぱりもじゃもじゃしていて釣り合ってる状態から、 だんだん上に跳ねていくってことがおおむね考えられますで連発してこれ起きてるんでね材料があ例えば介入が入った介入が入った昨日の FRB 発言って感じで下落トレンドを形としては書いてるんですよでもそれぞれがファンダメンタルによって無理やり円高になっただけでありますんで徐々にファンダメンタルの期限が切れていってね効果が切れていって、えー、テクニカルの方向に戻る時に 上昇のポイントっていうのは必ず来ます。まあ、それを今日から見ていくってことになりますね。はい。まあ、本来ならね、もう昨日も今日も稼げてるはずなんですけども、材料が入ってしまったんだったら、それはちょっとね、置かなければなりません。さあ、あここですけども、ファンダメンタルの材料が切れて、徐々にテクニカルに戻ろうとしてるときに、えー、ろソク足っていうのがね、だいぶ短いのが集まるようになってきました。釣り合ってきたところから、まあ、あの、 ここでのね、理覚も入ると思いますんで、反発していくのを待ちたいかなっていうところです。えー、今日の段階ではそのぐらいのことしか言えません。今の時間帯ではね。まあですんで今日一日かけて、どのようにこの値動きが変わっていくのかをきちんと検証する。そういった意味で言うと、月曜日みたいな感覚をね、今日は持たなければならないのかなっていうところですね。はい。それではまた、後ほどお会いしましょう。